皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成でございます。滝沢でございます。本日はこちら、ババン、ブラックスターの真空管ギターアンプを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。ブラックスタースタジオ 10-6L6 という真空管アンプでございます。ちょっくらブラックスターさんからね、このアンプをお借りすることができたので、皆様に紹介させていただこうかなと思うんですけれども、もう冒頭からこんなこと言うと怒られちゃうかもしれないけど、めちゃくちゃいいです。もうすんごく音がいいです。マジでもうぜひ音を聞いていただきたい。もうこんなこと言うと、またこうブラックスターの回しもかよとかって言われちゃうかもしれないですけども、ね、いいものはいいんですよ、ほんまに。もうぜひ音を聞いてくださいませ。で、ちょっくら音を鳴らす前にざっと紹介させていただきたいんですけれども、まず背面パネルから、うー、ハバルクバックパネル、ちょっと待って、めっちゃ重い。ちょっと待って、とりあえず端っこからいきますと、電源と、スピーカーアウトが3つあります。で、このコンボアンプの、キャビネットは16オームなので、16オームのところにスピーカーケーブルが刺さってます。で、ヘッドホンアウトと、エフェクトのセンドリターン、そしてそのセンドリターンのレベル切り替えスイッチとフットスイッチというような具合になっております。で、上の操作パネルの方も結構シンプルで、こんな感じ。電源、スタンバイスイッチ、パイロットランプ、マスターボリューム、リバーブ、トーン、ゲイン、インプット、ジャック、そしてここにオーバードライブの切り替えスイッチがあるというような感じです。結構小型の真空管アンプってね、そのシンプルな操作性、シンプルな操作パネルになっていることが多いんですけども、このスタジオ10も結構シンプルで、すごく使いやすそうな感じでございます。画面とズバババーンと、上からの景色もお見せしますので、ぜひ、音を楽しんでいただきますと幸いでございます。まあ、すでにこうね、いろいろ弾いたりとかさ、そのレコーディングとかでバリバリ使わせてもらってるんですけども、本当にね、めちゃめちゃ音いいんですよ。なんかレコーディングした音をね、こうプレイバックしながら一人でニヤニヤしてしまうぐらいの音がいいです。ぜひ楽しんでください。まず電源をパチッと入れましょう。パチコーン、パイロットランプがつきました。で、今回これは真空管アンプなんで、ちょっくら真空管が温まるまでこのまま、放置しておきます。で、さっきから真空管、真空管って言ってるけどね、皆さんの中には、真空管って何ぞやっていう方もいらっしゃるかと思います。よくさ、その雑誌とかさ、巷でさ、なんかこうギターはチューブじゃなきゃとか、なんかギターは真空管じゃなきゃとかって言ったりする人いるじゃないですか。その真空管アンプとかチューブアンプって何をっていうと、これです。で、これに対して皆様のご家庭にもきっとあるであろうギターアンプは、まあ大体がトランジスタってやつでございまして、トランジスタアンプ。例えばこういうやつ。こんなアンプ。こういうシンプルなスピーカーとこのデジタルのパネルだけっていうようなアンプが多いかと思います。それに対してチューブアンプ、真空管アンプは、こういう真空管というパーツを使って音を作ったり、音を増幅したりするアンプという感じです。で、トランジスタの場合は、単価が安いものが多いです。価格が安い。で、軽い。で、あと消耗品がないんで、物理的な故障がない限り、耐久性が高くて、ほぼほぼ永久に使えるというようなメリットがあります。軽い、安い、そして頑丈。で、それに対してチューブアンプは、ちょっと価格が高いものが多いです。で、そもそもこの真空管が消耗品で、ある程度の時にその、ね、交換しなきゃいけないんで、その耐久性もそんな高いわけではないと。まあ、大切に使えばずっと強い中で使えるけれども、まあ、消耗品があるということ。で、あと重量が重いことが多いので、手軽とは言えないんですけれども、でもまあそれらを、ね、その補ってあまりあるほどのメリットがあるので、ぜひ音を聞いてくださいませ。そろそろ温まったと思いますので、行きましょう。思想はおなじみ、ビル・ローレンスのビデコさんでいきたいと思います。スタンバイスイッチ、オン、バーン。いくぜ、すげえ音いいぜ、マジで。トーンは真ん中らへん。リバーブはちょっとかけて。で、マスター全開。で、ゲインをちょっとずつ上げていきましょう。来ましたよ。来ましたよ、これ。
わかります？この1弦2弦とかのこのパリパリ感。このなんかこのふにゃふにゃっていくんじゃなくて、こうバコンっていく感じのこの。このバコンとした感じの、なんかすげえっすよね。このちょっとギアで弾いてみますか。このブラッシングの時とかさ、すごいなんかこうバコーンってこうなんか抜けてくる感じしませんか？なんかこうね、シュワ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 じゃなくて、もうズカン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 みたいな感じでくる感じ。した感じの、ちょっといろいろ弾いてみましょうか。まだこれクリーントーンなんですけど、フロント、いいよね。スウィートみたいな、このなんかすげえ、この厚みっつうんすかね、このなんかスウィートさっつうんすかね、この力強さっつうんすかね、こうたくましさっつうんすかね、なんかもうドガーンバゴンうわーみたいな感じがするですけども、どうでしょう。ちょっとこのままクリーントーンでトーンを絞ってみましょうか。ちょっと音をこもらせてみます。ギターの方も少しトーンを絞ってモコモコさせてみましょう。でフロントにして、すげえなんかこのスウィートな感じですよね。でこれまだクリーントーンなんですけれども、まあ、もちろんその歪んだ時の音もいい感じなんですよ。ちょっと鳴らしてみましょう。
マスターを下げて、ゲインをマックスにして、トーンを戻して、このままマスターをちょっとずつ上げていきます。うわ、このジャキジャキした感じっすよね、この。絞ったりとかするとまたこのキャラクターが変わってくるんですけども、まあ、このなんかウォームな感じもいいですよね。ちょっとこの絞り気味の、がっつり歪ませたらどんな音なのよというところだと思うんですけども、このままオーバードライブスイッチを入れてみましょうか。バチコーンと。で、トーンを戻して、ちょっとずつマスター上げていきましょう。はい、来た。
歪みと言えばこう、ね、ちょっとこうなんかね、ウォームなこの荒い感じのこの歪みって感じですよね。なんかこの、結構ロックな感じもいけるし、このポップスな感じもいけるし、みたいな感じの、なんかすごいこうね、ちょうどいい心地の良い、なんかこのクランジサウンドだと思うんですけど、どうでしょうかね。僕、こういう音すげえ好きなんですよ、この。すげえもうたまらなって感じですよね。でこのままこう、ね、トーンを上げていくともっとこうブライトな感じになります。もうちょっとやってみましょうか。おお、時間があるときにまたこのブースターをつないだりとかして、ちょっと音鳴らしていきたいなと思うんですけども、ちょっと時間が長くなってきたので、そこからブースターをまた次回に回そうかなという感じでございます。とりあえず今、その安直ってやつですよね、安直ってやつ。ギターとアンプをその直接つないでるだけなんで、そのエフェクターとか全くそのかけてない状態なんですよ。けど、このスイッチとこのゲインつまみとトーンつまみによって結構いろんな音が出せて、なんか面白そうな雰囲気しますよね。でプラスアルファでも他にもこのリバーブとかをさ、そのあえてこのマックスにしたりとかするとさ、また面白い。効果ができたりとかしてさ、こういうのもちょっと面白くない？
みたいな感じになるじゃないですか。こんな感じでその操作パネルはまあすごいシンプルなんですけれども、このね組み合わせ次第で結構いろんなこと出せますし、これだけでも結構楽しめるかと思います。でさらにそのエフェクターとかもかましたりとか、そのフットスイッチ、フットスイッチ付属してます。こちらを使ったりとかすればもっと、ね、幅広い音作りができて、ライブとかでも使えるようになると思いますし、ぜひお店とかでお見かけする機会がありましたら、スタジオ T6L6、試走してみてくださいませ。それではそんな感じで、今回はブラックスターの、スタジオ T6L6 というアンプのご紹介でした。また時間があればね、エフェクターとかをたくさん使った幅広い音作りの動画も作ってみようかと思いますので、よかったら、チェックしてみてくださいませ。感想とかリクエストとかありましたら、ぜひコメントの方にバシバシしていただけますと幸いでございます。以上、ブラックスタースタジオ T6L6 のご紹介でございました。そして最後に、私、滝沢勝成、ツイッターなどをやっております。もし皆さん、ツイッターやってらっしゃいましたら、TAKIJAWA、滝沢という名前で検索をしてみてくださいませ。そのツイッターの方でね、その動画の新着情報とか、なんかライブのお知らせとか、何かしらのこのリクエストを受け付けたりとか、そういったことをやっておりますので、ぜひフォローしていただきますと幸いでございます。それでは、また違うところでお会いいたしましょう。さようなら、パハハイ。